お疲れちゃん様です。マーケサク18日目やっていきます。ということでデッキはこちらですね。はい、大好き大好きも愛してたマスケちゃんね、さよならした公開店目の、メガネとコカツでやっていきます。で、まあ、宝箱とかこの辺適当に受け取ってさやっていきますか。もうマジであと500で5000で、もう5000ぐらいからねカンストが現れるそうなんで、ちょっとカンストね、ちょっと楽しみですね。早く出会いたいですね、僕もカンスト野郎に。はい、ということでタワレブ10とよろしく。全然カンスト野郎のね可能性あるんでね、僕ももうすぐね、てかもうこの辺ってなかなかユニレベがね上がんないんですけどさ、ファルチェ、ええやん、ファルチェ、ファルチェはやだね。メガナイトで踏むか樽でええ感じに引くのが理想かな。わー、なんかマジ、わーやばい、これまた普通にやばい、やば、あ、耐えた、待って待って、しゃべんな俺、わー危ねえ、やばいやばい、こういうことね。あー、なるほどなるほどなるほど、あー近づいてきましたね。あの、これをユニレベカンストでやられるんですよね、5000いくと。なるほどね。いや、これ相手のレベルがさ、まだバルーン12、今だって13だったら多分もう一発入って終わってたってことですよね。あー、えぐ、いや、これやばいね。俺他のさ、ユニレベが全体的にちょっと低いからさ、メガナイトとゴブリンバレーだけなんか生きてんのよ。それ以外のユニットがちょっと低いから怖いね。うわー、えぐ、普通にやばいかもね。まあまあ、もう高めインドのね、圧をね。はい。これでもうあなたバルーン出せないわよっていう。バルーン出しても焼くわよっていうこのメガナイトね。あー、マジやだ。いやー、マジランバー強っ。いや、まあ、さすがに一本取ったから大丈夫だと思いたいんですけど、いや、でも800だからな。普通になんか一発いかれて、いや、全然あるし、なんかあれだな。思ったよりインドラが頑張りすぎててさ。あ、待って、俺普通に今回、え、やばない？やばいっすね、ちょっと、シュシュシュ、いやー、ザップがないのがでかい、マジで強え。わ、ユニレベさ、そんな別にめっちゃ高いわけじゃないよね、今回の相手。なのに、意外と負けそうになるんですけど。いや、これバルーンに対してちょっと弱いか。いや、なんかこういう相手には、意外とマスキー惜しくなったりするんですけど、やっぱ結局高回転で対空出せるから。いやー、怖え。いやー、もうね、さすがに逃げ切ったっすね。いやー、やば！ちょっと待って。焦るね。いやー、前回の最多超えれるかな。前回5100なんですよね。5100ちょっとだったんで、前回目標できてるんですけど、ここに来てちょっとビビるっすね。うん。普通に。マジで。やばいわ。あー、怖えー、これ。マジで気抜いてると、普通にレイジバルーンで行かれるっすね。お、日本人来た。初心者大歓迎。本当に初心者か、ガチ強もんじゃないだろうな。初心者大歓迎のクランにモサ いることある？基本ないよな。うわー、でもそのヤリゴブリンはね、うまい香りやん。あ、てかあとタワレビも8でいるんで、多分ある程度はできるっすね。絶対初心者じゃないやろって。初心者こんな後ろからダックプリとか出してこないしね。あー、いいザップだ。さあ、ザップ使ったんで、まあコウモリ最強メガナイト。うん。まあ、ここまでで、エレキがな、ワンチャンいんのかな、それがちょっとわかんないんで、低めに出して、スケでメガネと囲います。3回受けれなかったっけ？おい、ええやないの。エレキテル連合がちょいちょい出てきちゃうな。うわぁ、いや、いい、ヤリゴブリンだ。もうね、警戒してるもんね。さあ、樽の圧。
宝石置いて、ザップだったんでガチでゴブリンバレル最強っすね。いやー、さっきさガチでね、なんだったっけ、なんかに、あ、ランブルか、ランブル思ったよりな、なんか危なかったよね。なんであんな危なかったんっていうぐらい、いやー、もうバルーンレイジが普通に渋かったな。いやー、ガチで、うん、どうしよう。でもマスケ戻す、でも戻して回転遅くなってね、後からのカバーも何もできない方が多分よりきついと思うんで、インドコウモリで早くこのインドコウモリ11をね、あ、10と11なんか、あ、ユニレムがなんかおざこっすね。うん、ユニレベおざこなんで、ちょっとユニレベを上げたいね。よいしょ。いや、うまい、ファイブだ。ドラドラ対決勝とうとしてる。さあ、でもこのままもう、これで終わりじゃない？あー、これダックプリにも当たるファイブにすればよかったな。いやー、いいザップや。いや、うまいね。初心者大歓迎クランにしては、間違いなくうまいっすね。うん。まあ、ユニレベの差もあるものの、ちょ、俺も初心者大歓迎クランに入れてもらおうかな。初心者なんです、言って。2週間前にクラロを始めたんですよ。どうですか？クランのエースとして活躍させてください。さあ、いやー、まあまあまあ、ユニレベ高いとヒヤヒヤするものの、俺よりユニレベ低いってちょっとね、気楽ですね。さあ、巨大。いや、これマジで普通にコウモリ来てほしい。おー、いらない。ちょっと宝箱運がね、えぐいっすね。もうない。うん。浮気さ強そうですね。いや、多分、本当にタワーレベ10で4500っていうのは逆にもうユニレベガチ高っすね。ふぅ、ちょっと緊張してきた。ほう、メイクだね。バルーン来たらボス席コウモリファイボ。オッケー。で、ユニレベが思ったよりも溜まっちゃうっていうのを意識しないといけないな。俺のユニレベが高くて。そう。無駄になっちゃうのが良くないね、ユニット。あのインドの竹取りたい。このコウモリ。いけ！いやー、めっちゃいい。いやー、めっちゃいい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 ！めっちゃいい！いや、ガチやばい。ほんとに。マジ、僕、引っ越しで、響いてんの分かるかな、これ。あー！めっちゃいい！あのね、もうダンボールとか全部固めなんで、荷物を。もう部屋が響くんですよね、声が。そう。いやー、いいね。ワンパンダ、熱い。さあ、次勝てば、天空決闘場。俺もエリゴレレイジをゲットできる。いえ、さすがに使わないけどね。さあ、単純にセール欲しいな。前回のセールマジ爆死だったんで、今回はね、本当にいいの引きたい。わあ、で、スケラがいないから、低めでインド出せるの熱いな。多分いない。まあ、来たら。いやー、これインドラ、あー、なるほどね。一発は入るけど、カウンターですね。やっぱ、バルーン安ね。一発が重いんで、まあ重い言っても前よりはね、軽くなったからね。そこはいいんですけど。言うて一発でかいじゃん。そう、だから普通にちょっと怖い。まあここはもうゴリゴリって、ワンパン狙ってね。いや、ゴブリンバレルがね、レベチなの、レベチ。あ、おい、どんだけ強い相手でもね、相手でもね、ワンパンしちゃうんだよね。いやー、いいね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 。さあ、4600です。いや、ガチでセール頼むわ。本当に。ね、天空決闘場。ランバーとかも普通に熱いね。うわ、ダクネ出るの怖いわ。最悪だ。てか、マスケないとダクネとか渋いね。さあ、セールです。いや、また意味はないかい。加減します。さあ、というわけで、神引きしたいと思います。ウルトラ3枚ですね。いや、これガチで3枚頼む。あー、これ熱いわ。マスケに今まで当ててたのも帰ってきてほしい。インドラ。インドラオンリー。1枚でも引けたら当たりだよね、多分。うっと、飾りみたいなもんだよね。1枚でもインドラ当たればガチで当たり。頼む。いやー、今更ラムジジーか。
多分使わないな。頼む、インドロ欲しい。あーん、ゴミ。普段では当たりだけどね。さあ、スーパーレアです。まあ、トークンからね、ワイルドカードから。いや、ワイルドカードあっちいいな。いや、ここマジで俺何欲しいんけ。バレる。あーん、いらない。いや、もったいないな、これガチで結構大事。レイジいらないって、クロスもいらないって。いや、頼む、本当に。おー、神リーキー、ナイス。さあ、タルババも欲しいよ。タルババも欲しい。あー、魔法の宝箱ね、これは。なんだ、いい、使ってるやつ来い。いやー、にゃー、いらない。さあ、頼む、来い。ワイルドカード欲しい。いや、なんかカードの種類増えたからね、いろいろ散るっすね。あー、メガゴは強いけど、にゃー、30知らない、来い。あー、なんだよねー。さあ、というわけで、なんか、微妙なセールでしたね。もうゴールドいらねえ。さあ、というわけで、一旦上げれるやつ上げたらこんな感じですね。77やん。絶対いいことあるやん。さあ、ということで、次は5000ですね。はい、5000まで遠い、頑張ろう。ってことは、もうほぼこのレベルでいくことになるんで、いやー、全体で見るとそんな高くないね。ガチ集中だ。本当に。思ったより、なんか、さっきまでは、っていうか、本当にここぐらいまでは順調だったんですけど、いや、パス2回使えたからな。順調だっただけであって、こっからのユニレベのね、上がりがないですね。うん。おー、謎フリーズ。フリーズ。バレル、ネクロ。まあ、メガナイトでフミフミだな。さあ、低めインドからのメガナイトですね。まあ、これがめっちゃ強いんですよね。まあね、踏まなくてもいいんだけどね。まあ、踏んだ方が普通は強いんですけど、負け筋を考えるならば踏まない。うん。そうっすね、メガナイトで変に踏んで、なんか知らんけど、すごいペッカー変なのとか、えぐいカウンターされるのが怖いんで。さあ、ここはメガナイトでマスケバルキリー回収していきますか。ふぅ、キョスケ。あ、ユニレベル的にまあ、ちょっと気持ち落ち着けるかな。いやー、でもマジで、なんか怖いね。この辺来ると、何があるかわかんないというか。ね、インドラ強い。いやー、めっちゃいい、この、メガナイトコウモリと、このインドラバレルっていう、この2パターンの2種類の攻め。あ、これ強いな。めっちゃ強いやん。よし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 。いや、一生一生が重いや。単純にさ、この個人最多的なのを更新できるのがマジで楽しいね。僕メインやかもベスト世界7位とか取ったことあるんですけど、もう5年、2017年の5月とかに取ってるんで、まあ本当に5年ぐらい更新できてないんですよ。だから、最多とかも、まあ、めったに更新してないんで、とかできないんで、何かをこう更新するっていうのがね、本当に楽しいんですよね。そうだから、まあ前回の、うわー高いね、ベストとかはね、こう更新できるかもしれないっていうのが普通にね、楽しくてワクワクしちゃうんですよね。うわー、めんどくせー。今回に限ってはマジユニレベチンパンス、やばい、痛いかなこれ。いやー、このバルキリーやばい。いやー、これ待って、黙ります。いやー、なんか来るかな。いや、お前入るんかい。レベルチンパやないか、俺の方が。あ、インドラ。いや、インドラマジで神。これがあるからインドラね、いいっすよね。なんならこれのために入ってるみたいなもんだもんな。よし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 。いやー、なんかちょっと怖かったけどね。さすがにこうなっちまえばもう俺のもんじゃない。さあ、インドで受けるのもったいないが、インディゴブリンバレル持ってたっけ、覚えてないね。まあさすがに、ああ、ネクロ燃えます。 OK。 ふう、まあさすがに、だからマジレイジやばいですね。まあ、レイジとかランバーとか、ああいう、まあ、トロ4000、何ぼだったっけ、600だっけ、行ったらもらえる、
あれやばい、ね、トロ4600いくとチンパン解放される、あれがえぐいっすね。うん、だってエリゴレダクネね、ランバーいやガチで寄せすぎやろチンパン族。うん、なんでちょっとこの辺からそういうものをゲットしたやつらと戦うっていうのを覚悟して戦っていかないと痛い目見るっすね。準備しなきゃ。まあインドラは強いねガチで。でもインドラで攻めれちゃうもんね。あ、ネクロだけちょっとやだな。いや待って、コウモリ やばい。コウモリでスキが強い。スキが強いなんてことあるんだ。おい。ふう。まあ余裕でしたね。うん。俺は一体何に苦戦してたんだろうね。はい。うわ、ノーマルトークン100枚熱い。うわ、強そうだな、なんか。強い。これ俺タワーレベルもう一個上がると多分やばいっすね。うん、変に他のカードも上げてタワレベ上げると多分だけどタワレベ11が当たり前になってたまに12引いてレベル14引くと思うんですよね。あ、こいつうまいっすね。ウッドスキャンの抑え方がクラロワやってるやつや。ウッドスケベビか、まあ、テンプレとかではないよね。ふう、いやーカードサイクルというかカードの回し方うまくね。ああそれは美味しい。やらめ使ったんでバレルまでいっちゃいます。ああやばい、やらめウッドっすね。やらめウッドは嫌だよね。まあ、いった同じっすね。カード適当に割いて、うん、いやーこのバラン美味しい。なんならルート強制で墓石の鬼。いやーでもランバル多いねガチで。いやータギがいい。相手のコウモリとか来たらコウモリ追加だけど、いやめっちゃ今飛んでタギ外れるまで読んでたんかな。あーこの裏付けもうまいね。あー知ってるっすわクラロワ、うん、知ってるっすわって俺もうめっちゃ偉そうに言ってるんですけど大丈夫かな。何様ってならん大丈夫。いやー諦めたっすね。よし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 、まあ、みんなの負けたら終わりじゃないんでね、こう雑に攻めてくれる人がいると普通にね俺からしたらガチでありがたい。よし一生一生がでかいかんね。さあ最多更新まであと400ぐらいかな。あー俺の大好きなロキホースタンプ、これも結構嬉しい。さあ即レギュラーですね。まあ部活とかでもねよくあると思うんですけど、新しいやつが即レギュラーになってね、ああ俺らのなんやねん言うてお気に入りが生まれるわけですよ。よくねお気に入りが。ふう。さあネクロちゃん、いやーこれインドラはメガネと回ってないのちょっとやばいの。うわ待って俺デッキ間違えてる。ちょっと待って一回やばい、ガチやばい。なんでうわこれやばい、なんか適当にマジやばい、勝手にデッキ変わってる。なんでマジ切れる切れる普通に切れる。なんかワンチャン可能性あるかなで試しでディガー出てメガナイトディガーデッキを作ったんですよ。で10個のスロットのうちの5個目ぐらいに作ったんですよ。あぶねえガチで。なんであれ俺間違えて、あれだスタン、多分スタンプとかをこういじるときにずれたのかな。いやマジでやぶねえ本当に。マジでもゴミデッキはもうセットしてないんですよ。このデッキで一番ゴミデッキですね僕のセットしてる中で。うん、いやガチで危ねえ。こんな時にエグいの引いたらね、まあ、たまたますげえ相性いいの引いたら別にいいんだけど、よくねえけど。いやー怖すぎるってーね。なんかディガー枯渇みたいなのそう作ってみたんですけど、どうだろうな、ぶっちゃけディガーいらないみたいなとこある。結局格上ユニットにネジ伏せられちゃうよね。ああ相手諦めたっすね。
さあ諦めたスネアダグってさ、雑に攻めて負けるのはマジでね笑えないんですけど、まあメガナイトインドコウモリのユニレベが、あとゴブリンバレルも強いんで。あー危ない危ない、マジでデッキこれ本当に怖すぎるわね、ガチで怖かった。やべえ、ちょっと変えます。よし、一旦1から10全部同じデッキにしました。これで変わっても大丈夫。いやマジでこれ同じことをやらかさないようにね、本当に気ぃつくないと。今のでマグ出たらもう何も言えねえよな、うん、あー墓石タイプね。いやレベ9タワ9か、ちょっと強そうだけどね。どうだろう。さあケツペー、まあペッカはねぶっちゃけそんな怖くないかな。インド、墓石、コウモリ、ザップ全てあるんで、まあエレキだけだね。エレキいったらめんどくさいけど、ファイボタルでしばきます。ザップ使ったんでこのインドも無理でしょ。ああ、俺めっちゃおしゃれなメガネとしていい。横から行っちゃうんだよね、うん。楽しくなっちゃうね今の。いやこれ金起動とかしてくるのか。いやうざいよこの両サイ攻め。よし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 、いいね。いいねガチで。メガネと強えわ、結局。間違いないっすね。こいつを化けもん。うん。よし、ナイス。さあ、ということで、これ勝てば、4パチです。4パチ?やば。4パチやばいよ。だって、5-1で最多だよ。えぐ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 。うわ、この、ジャンニックみたいな。強そうだけどね。うわぁ、ちょっと強いね。いやー墓石のレベル上げたいな。なんか全部一旦レベルでも上げたいっすね。なんかなんか今普通にやれてるんですけど、格上来た時に歯が立たない気がする、このレベルだと。いやーあとこのスケブが意外と渋いっていう。さあスケで2回タゲ取る。まあスケ、まあできるだけメガナイト出さずに高回転バレルぶん投げ方式が理想っすね。でスケルトン部隊持ってたんね。いやーユニレベ高いな、熱いな。いやーこのさあ、これインドラを即回して、やっぱ高回転からできることね。こういうインドラ回しでうざめの攻めからの、これはねバレル飛ばすとスケブ来るんで一旦飛ばさないですね。多分飛ばさなくてもスケブが来ると思うんですよ。あれそれ結構入っちゃうくない。いやそうっすね、多分インドラがバカなんで。いやー確実にファイボー打っとくか。よし、あファイボーでもこういうのにも便利だな。なんか正直ポイズンでもいいかなっていうのが最近すごい思ってるんですけど、どうなんだろうな。どっちがいいだろう。これスケブが来るんで手前です、裏にスケブです。あはん、外れたけどいいや、当たってる。外れたけどなんなら当たってる。で今回の相手がバルーンでしたね。あバルーンバレル。さあ回転早いよ。もうバルーン来ても大丈夫。まあ、宝石につられる。踏んどっか。よし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 。だからもう試合になってるっすね。おりゃ。よいしょ。オーケー、4パチ。あと300だ。うわ、見えてきたな。なんかこう、ね、最多更新が見えてきたと同時に、俺の負けももう近づいてきてるんだなっていう思い。怖いね。負けたくねえよ。さあ、4パチ04。
さあ、というわけで、次回またね、お楽しみにということで、まあ負けてはないですね。まあ履歴はこんな感じかな。まあやっぱメガナイトの使用率がすごい高いのと、ゴブリンバレルも多いかな。あとはホグバルーンあたりもちょっといるって感じなので、まあデッキ一旦変えずにこのまま行こうかなと思います。ちょっとユニレベ上げたいですね、本当に。うん、早くめっちゃいいセール振ってこい。ということで、チャンネル登録、高評価もお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。